世界一周ぶりの海外旅行。ここは名古屋セントレアです。世界一周終わった後にドイツ行きましたよ、海外。あ、それは海外と言えない。それは海外に入らないよ。これは海外だよ。違う、これは日本だけど、今からは飛行機に乗ってある素晴らしいところに行きます。この動画の最後のところでどこに行くかは教えますけど、ちなみにセントレア空港もだいぶ人が戻ってきましたね。いやでもそれでもなんかすごい寂しい気がするよ。成田と比べるとここはもう死んでますよ。チェックインできましたよ。ちなみにタカのパスポートめっちゃ可愛いよね、これケースが。それね、みんなに褒められるそうだよ、いろんな人に。すごい可愛いよ。今からちょっと時間があるからコメダで最後の名古屋のモーニングをしたいと思います。行きましょう。コメダコーヒー、コメダコメダのモーニング朝食来ましたよ。私は2つを注文してタカがなし。これ美味しいよね。うん、両方美味しいよ。こんな感じのふわふわ、ふわふわ、次の10日間小倉トースト食べれないから、美味しい。やっぱりコメダの小倉トーストが美味しいんですよ。コメダのパンふわふわだよね。信じられんぐらいふわふわ。これぐらいの分厚さで、上にカリカリに焼いてあるから中はふわ。お待たせしました。めっちゃ時間かかるよ、私は。でもはい、また再入国ができますよという感じで、また10日後にこっちに帰ってよかったですね。そうだよ、まだ日本人じゃないので、パスポートがドイツだから、こういうところでまた面倒くさいね。書かなきゃいけないし、在留カード見せなきゃいけないし、ということでボーディング行きますか。それかショッピング、あそこでハイブランドでそうそうそう、タカがなんか買ってくれるのかなと思って。30分あるし、あほかなんか名古屋小さいから楽だよね。ゲートもすぐだよ。ほとんど歩かなくていい。ドバイとかはめちゃくちゃでかいからね。あ、そうドイツ行った時。いやだ、成田もでかいよ、うん、あ、それでめっちゃ楽。今から飲み物を買って、チェックインはあと15分後行きます。待ってお待たせしております。はい、ありがとうございます。私たちの飛行機これだよ。シンガポーエアラインズって書いてある。どこに行くかは分かると思うかもしれないけど違います行きましょう。ということで一旦シンガポールに向かいます。タカちゃんもう35分経ってるよ。出発時刻から遅れてますよ。全然出発しない ね。飲み物もくれたし、何も今から動きますみたいな情報とかも何もないから、出発する気配なし、しばらくここにいるだろうという感じだよ。ちなみにシンガポールで乗り換えだから、そう、間に合わないとすごいことになっちゃう。半分ぐらいいたよね。ちょうど今半分かな。ご飯も出て、ハーゲンダッツのアイスも出て、だからシンガポールエアラインズ意外といいなと思って。今台湾の上を通過しました。今ちょうど出発から2時間半、シンガポールまで3時間ぐらい、ちょうど半分ぐらいいた。ほぼ到着だよ。めっちゃ汚いよ。大丈夫、はい、あんま変わってないと思うよ。いやもうここから見たらめちゃめちゃこう手の触ってないんですけど、今シンガポールなんだけど、これから乗り換えてあるところに行きます。やばいよ。そんな揺れる？これ。大丈夫？これ。大丈夫？なんか壊れた？相当。この揺れはわかるけど、これ横揺れがすごいね機長さんの運転が荒いかもしれない。あ、運転が荒いよ。着きましたシンガポールということで、ここで乗り換えて最終目的地に向かいます。着きました。到着。すっごい暑かったね。もわっとしたね。もわっとしてた。さすがシンガポール。33度だって。飛行機が出発するから45分ぐらいで次のゲートまで行かなきゃいけないかな。大丈夫かな。走った方がいいかもしれないですね。走った方がいいかもしれないね。スカイトレイン、モノレールが走ってるから。ああ、でも私たちはいらないよ、歩いて行けるよ。なんかあと30分だけど誰もいない。誰も飛ばないってこと？みんな飛ばないかもね。飛行機もこっちにもうついてると思うよ。ボーディング始まりましたよ。なんかすごい珍しくて、私たちは結構最初の方に入りましたよ。いつも最後だよ。いつも呼ばれるまで。いつも名前呼ばれる時あるもんね。だけどタカちゃん、ハロー。タカが前になってるね。私は後ろで。飛行機パンパンすぎて横で撮れません。そう、残念。はい、だから俺がこうできるってことだね。おい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 、それはちょっとやめていただけますか。やだもん。そう、ずっとまっすぐでお願いします。もうほぼ出発だよ。すごくパンパンになったよ、この飛行機。結局満員です。だから満員行くところがすごい人気があるのはヒントだね。ご飯が来たよ。ご飯来ました。ガーリックシュリンプのフライドライス。あ、俺そっちにすればよかった。俺チキンパスタにしちゃった。あげないよ。交換して。お願い。お腹減ってるからあげないよ。お願い。なんかすっごいいいガーリック。めっちゃいい匂いするね。シンガポール航空、料理が美味しいかもね。でも飛行機の中でガーリックはやめた方がいいよね。かわいそうだよ、周りの人。美味しいですか？美味しい。めっちゃいい匂いするね、本当に。到着しました。あ、ちなみにこれ参考になるかもしれないよ。どこに到着したでしょう？なんか沖縄っぽいね。沖縄？ハワイ？ちなみに事前にインターネットでビザの申請と関税の申請ができるから、やっておくとスムーズに行けるので、皆さん。今どこに行ったか行っちゃった？あ、行っちゃった。じゃあピーって入れとくね。はい、無事荷物もピックアップできました。すごい早いよ。めっちゃ時間かかるって言われつつ全然時間かかってないよ。まあ事前にオンラインで申請したしね。事件が起きました。今ね、ここのね ATM でね、お金を下ろそうとしてクレジットカードを挿入したら ATM の機械にクレジットカードが食べられてしまって出てこなくなってしまいました。めんどくさい。この時間で誰も来ないから、明日こっちに来てもらってくださいって言われてるけど、すごい不安でしょ。まあだからクレジットカードを止めちゃえばいいんじゃない？食べられちゃったやつを。世界一周の時にね、1回も起きなかったけどね。まさかのここで大事件が起きるという。到着してまだ5秒ですよ。タカがすごい集中する顔をしてるんだね。もうあのカードは捨てます。だから今からカード会社に連絡して、一旦カード止めちゃってキャンセルね。もう日本に帰ったら新しいカード発行してもらおうかなと思って。はい、早くしてください。旅行にはトラブルがつきものなので、皆さん慌てないようにしましょう。本当に嫌だよ、それ。待ってますかね。はい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 。タカがカードをキャンセル中。はい、ということで無事クレジットカードをキャンセルできましたので。無事じゃないよ。行きましょうか。行きましょう。僕ら楽しんでいかないとね。はい、ということでここからはタクシーに乗ってビラに行きます。すごい人が多いよ。ちょっと人多すぎてどれがどれだかわからんね。私たちの名前が出てるの多分。やばいよ、これ探すの至難の技だよ。ああ、そうだよ。ちょっと無理なんじゃない？自分の名前を探せ。お、見つけた？さすがレナさん、素早。5秒で見つけたじゃん。Hello, thank you very much。この時間でもすごい人が多いね。今もうあれだよ、11時前だよ。なのにめちゃくちゃ人多い。でビラまで。ここからね、ビラまでが1時間ぐらいかな。10キロだよ。10キロだけど大渋滞で1時間。ちなみになんか世界一周してきた時をなんか思い出さない？空港着いてさ。いろんなさ、タクシーのうんちゃんにさ、タクシータクシータクシーって言われてさ、日本語も喋れる人がいるしね。世界一周の時はここで交渉して僕らタクシー乗ってましたけど、まだにどこに着いたか言ってないよ。これはビラに着いてから教えます。あ、まだ行ってなかったっけ？もうここまで来たら分かるんじゃない？空港が映ってるから、ちょっと旅行好きな人はもう分かると思いますよ、どこに来たか。着着いた。着きました。この4日間のビラになります。それはまた別の動画で紹介しますけど、空港から今までこっちに来るのが1時間近くかかって、あんなに夜遅く12時ぐらいでもバイクがやばいよ。渋滞があって、みんながすごい煽られて、ブブブーっとして、静かにしていただけますか？カエルさんもいっぱいいます。すっごいうるさい。どこに着いたでしょう、皆さん。わかりましたか？今日一日動画を見ていて。はい、コメントで、バリだよーっていう人はみんな、ピンポンピンポン合ってますよ。来ました。インドネシアのバリ島に来ました。このバリ島で、私たちの結婚式をやります。もう4年間ずっと結婚してるんだけど、結婚式やってないから、それは今、やって友達とか家族をここのバリのビラに呼んでやります。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。